が奪われた者の怒りだ。ナオトラ殿、お聞かせ願いたい。貴殿は親方様に一体いかなる恨みがあると。欲しいの？貴様、この後に及んでとぼけるつもりか。とぼけるなどと滅相もござらん。覚えがないだと本気で言っているのか貴様。確かに我ら武田と井伊の間に戦がありもうした。しかしそれは戦の世の常、恨むのは筋違いでござろう。来週一足、皆このまま押し切ろうぞ。お前なんかに井伊の男衆をバカにされる言われはない。大将戦の決着がつくまでみんな踏ん張ってよ。あ、ありゃ呼んでいないお方まで来ちゃった。ジリエ、突然襲ってきやがって、これ以上好きにさせるか。ナオトラ様の涙は枯れ果てた。その思い男どもに分かるものか。暑苦しい武田なんかに私たちが根性で劣るわけがない。拳と拳で組み合うか。それでも私は負けないがな。拳での勝負ならばそれはそれで望むとこだ。見てろ、ナオトラ様に言いつけてやる。今こそ進軍の好機と存じますれば。乙女は強いんだ、甘く見るな男ども。押されているか。ナオトラ様は戦う乙女たちの希望でございます。わらわの笑顔を見たいね。それとも冷たい勝負。流れが良くねえからこそ槍の振るいがいがあるってもんだ。わらわを楽しませなさい。Oh, I'm sorry, man.
せてくれ。どうして虎穴に潜り込もうとするかね。相手してる場合じゃないんだよね。まるでにして帰ってくんないかな。まあ別にその程度で怒りはしないけどさ。今さら。ついてないね、オタクもさ。ん？理由？まあ聞かなくてもすぐにわかると思うけどね。うちら今結構忙しいんだけど、オタク空気読めてる？私の約束の人はお前たち武田との戦のさなか、お前たちのせいで。それは今たとえそうであろうとも、この雪村甲斐武田の留守を任された身、負けるわけにはいかぬ。うちの女衆やっぱすげえや。サルトビサスケ忍び舞い、今のは決まったね。愛しいからこそ壊したいね。そう、我らと同じ。さあ、我らを引き立てて。雲よ、合わせるぞ。あのさ、あんたで新しい術を試させてもらっていいかな。まぶっちまった、すまねえ大将。大将、あんたは負けちゃダメなんだ。おのれ卑怯だぞ。真田が消えた、どこ行った、出てこい。これはサスケの仕業か。これが俺様の精一杯だ。踏ん張れよ大将。もっと近くに。武田最強、このために震えよ。あの子たちを泣かせる奴にかける時期はない。地獄の底でごめんなさいをしてくるんだな。ごめんなさい。暴虐にして熱血にして純血の女児と、いいの漁師にして最強の乙女、それが直虎様なのです。我らにふさわしいものはなさそうね。残念。いつか俺とも殴り合ってくれるかな。戦う乙女の心意気、男どもに見せてやれ。お任せを。
魂衆はその場に待機。何の皆、勝負はこれからぞ。あんたらの軍は俺たちイーグンの敵ってことと、何より男だってことだな。としこい。お湯が恋しいわ。本陣に戻ればあるかしら。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。クラチなけだものめ、そんなに返り討ちにされたいか。よもやこれつきを読めなかったとは言うまいな。あしたないぞマリア、もっと乙女のつつましさをわきまえろ。あら、なんだかちょっと納得いかないわね。ここにいれば安全だと思ったのに。ゴロども、ここで力を示すが、まことの中心ぞ。わらわを退屈させないでね。それ一番嫌いなの。教えてやる。私の剣を防ごうなんて思うなよ。死にたくなければ先手が吉だ。面倒。楽しませて。ごめん。乱世に舞い降りた虹。ねえ、もっとわらわに合う表現はないかしら。倒れるところは見せられない。素直に下がるよね。少しは我慢してみせて。あれは直虎様の乙女色の覇気。頑張ろうぜ。俺たちがやらずにどうすんだ。次会うときは絶対に更生させてやる。覚えておけ、ナオトラの牙は抜けやしない。ヒデ、それがそう追い詰めたあのナオトラ殿を破ったのか。という名のものはいかがでしょうか。よく言えたものね。こう見えて俺らもさ、男を鍛えてんだぜ。アタリアリと示してみせようではないか。はいはい、分かったね。やつらの進軍を止めることができなかったとは。みんな、さて、すまない。俺が苦がいないばかりに、いざとなれば十二門戦にて相打つ覚悟。もろとも守れ。今こそ門扉を塞ぐ岩尾とならん。やはりマリア様にとって長政様は特別なのだろうな。マリア様とヒー様、もうちょい仲良くなんないかな。あなた、なんだか気に入らないわ。みんな、恐るる中で、今こそ震え、勝手ね。ハッハッハッ。
たすごいものを見せていただきました。まだかわいそう。主にとってあなたはいらないことだったのね。ああ動きにくいかしら。少し衣を緩めないと。まだまだ攻め手を緩めずまいりましょうぞ。参られた以上無傷でお返しはできませぬ。こつはこれほどまでも強くなれるものか。敵方よ、くじけんなかれ。我らではまるで歯が立たぬ。お頼み申せ、雪村様。敵は弱風、それがし一人で削らせつ。この雪村、今燃えずしていつ燃える。武田に真田あり。いざ日の元にこの雪村あり。まさに侵略すること火のごとく。震えているこの雪村の熱き魂が。いつも一生懸命なのね。でもガツガツしてちゃダメ。なんたる、なんたる、破裂だ。姫様もお美しいですが、マリア様はさらにさらに。もっと近寄りたいけど近寄っちゃいけないような。ほら気持ちよかったでしょ。突き進もう。我が槍が折れ命果てる場面。まあその刀見るからの気を使わないつもりね。驚いちゃったわ。まあそんなに懸命になってわらわら気を引きたいのね。真田が見旗六文戦見知り置け。わらわの物は芝の棚にあるんじゃない。屈服させるため。真田に回り道なし。いかな敵とて打ち砕け。破れる覚悟はできていたはずだ。黙して受け入れられる。こんなに押しかけられてるわらわの体が捨てたら。さあわらわを引き立てて。思いよ、合わせるぞ。
くとはこの雪村負けて食いなのじゃ。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけどやっぱりやめ。あ、だってあなたじゃ満足できないもの。Red, I need you.